毎度、徹子です。米国のビッグステップによって、韓国の債券市場がパニックになっています。韓国銀行が2000億円規模の介入をしても焼け石に見つめ、国債金利が急騰しているんです。韓国企業は資金調達が困難になり大騒ぎ。さらに、外国人投資家は韓国債券から逃げ出していて、セルコリアによる資金流出が末期状態です。ニュースの詳細。米連邦準備制度理事会 FRB のビッグステップ前夜祭に債券市場が揺らいでいる。3日の韓国の10年もの国債利回りが終値基準で8年ぶりに 3.4% を超えた。前日夜に米国の10年もの国債利回りが取引時間中に心理的抵抗線とされる 3% を突破した。債券市場の発作は3から4日の米連邦準備制度理事会 FRB の公開市場委員会 FOMC を控えた苦闘だ。世界的に上昇する物価に FRB がさらに金融引き締めに入ると予想され、債券価格が急落した。この日ソウル債券市場で10年もの国債利回りは前日より 0.026% 上昇の 3.406% で取引を終えた。2014年5月22日の 3.407% から7年11ヶ月ぶりの高水準だ。3年もの利回りは 3.139% で、年初の 1.855% から4ヶ月で 1.28% 上昇した。とのことです。あかん。ビッグステップ前夜祭に債券市場が揺らいでいるとのことですが、前夜祭が終わった5月9日終わり値は、10年もの国債利回りは 3.413% を記録しています。ものすごいスピードで国債金利が急騰しています。韓国は4月4日貸出金利の根拠となる3年満期の国債金利の利回りが 2.8% を突破したことで、これはヤバいとなり、韓国銀行が2兆ウォン約2000億円規模の国債買い入れを実施しました。韓国銀行の関係者は、今回の単純買い入れ措置が金利のボラティリティの緩和と債券市場の投資心理の向上に寄与することを期待すると述べていたのですが、上昇傾向を止めるには力不足で、5月9日の終値は 3.06% まで急騰しています。ほんで、韓国債の利回り上昇は市場金利を上昇させます。なぜかというと、リスクの低い国が発行した債券の利回りが上昇すると、国債よりリスクの高い金融商品はより高い利率をつけないといけなくなるからです。そうしないと誰も買ってくれないんです。例えば企業の発行する社債、コロナ禍で経営が傾いた企業が社債発行で資金調達をしようとしても高い利率をつけないといけなくなります。韓国債3年ものの利回りは 3% を超えているので、社債には3プラスアルファの利率をつけないといけないんです。単純に考えれば、調達した資金で行う事業の営業利益率は3プラスアルファで回さないと儲けが出ません。営業利益率が 5% あれば優秀と言われているので、企業にとって国債の利回り上昇は大問題なんです。実際、韓国債の利回り急騰は韓国企業の社債発行に大きな影響を与えています。KB 証券のアナリストイム・ジェギュン氏によると、1月中旬から金利が安定したら資金を調達しようという心理が企業にあったが、2月3月と時間が経っても金利が上がり続け、国債3年ものが適正金利上限と予想される 3% を突破した。いつまでも延期することはできないという反応まで出ていると話しています。利回りが急騰しているので、韓国企業は社債を発行するタイミングを失いパニックになっているみたいです。ちなみに、米国で政策金利が上がれば資金流出を避けるために韓国銀行も基準金利を上げざるを得ません。基準金利が上がれば当然資金を借りる際の利率も上がるので、資金調達がより一層難しくなっているんです。コロナ禍での経済低迷に対抗するため、韓国の金融当局は金融緩和を続けてきました。この最中は金利も安くお金も借りやすかったのですが、金利上昇局面になるとそうはいきません。借りる方からすれば利払い金額が増えるので、これまでのように
気軽に融資をしてくださいと言えなくなります。すでに韓国では企業が資金調達の困難に直面しだした兆候が現れています。金融投資協会によると、2022年4月7日から5月6日の直近1ヶ月での社債発行額は8兆7045億ウォンで、前年同期は15兆7215億ウォンなので 44.6% も減少したことになります。お金を集めたくても金利の急騰で利子負担が増えるので、企業が資金調達に二の足を踏んでいるんです。株式市場でも資金調達が難しくなっているみたいです。資金調達の減少は設備投資に響いてきます。設備投資が萎縮すれば GDP 経済成長に悪影響を及ぼします。5月9日に退任するムンジェイン大統領は経済音痴で有名でしたが、ユンソクヨル次期大統領はさらに経済音痴という話もあります。正しい経済政策を打ち出して韓国経済の正念場を乗り切ることができるのか注目です。こちらがお隣さんの反応です。イジェミョンはもうすぐ基軸通貨国になると言っていたのですが、今は何をしてるんですか。一言で言うと、お金を借りて投資してる人たちはもうすぐ破産するということだ。今住宅価格が上昇しているように見えるが、それは相場を引き上げて融資回収を阻止しようとする考えなしの投資家たちの動きだ。ロシアのウクライナ侵攻が年末まで続けば、アメリカの金利は 7-8% まで上昇する可能性もある。早く終わっても 4-5% までは上げないといけないだろう。韓国は今年 2% を超えて来年は 3% までいくだろう。ムンジェイン政府は国債を大量に発行した。そしてその利子は国民の税金で補わなければならない。韓国銀行もビッグステップをしましょう。基準金利は 5% 以上でなければならない。貸し出し金利の上昇する音がここまで聞こえます。米国2年ものと長期国債の金利が逆転、韓国も3年ものと長期国債の金利が逆転した。ユンソクヨル政府が不安だから海外の人たちが債券を売って逃げているようだ。預金金利を一緒に上げれば問題はない。これから金利が上がることを世界中の人たちが知っているから、自然に債券金利も上がるんだよ。補正予算だとか拡張再生だとか、この時期にどうしてそんなことをするのか。ムンジェインは引退するが、最後まで一回も経験したことのない国を作ろうと頑張っている。以上が国民の反応です。外国人投資家は今年3月の韓国株式市場で 39.4 億ドル、約4945億円の売り越し、さらに30億ドルの債券売りを主導しています。セルコリアが進行しているので、4月から本格的な資金流出が始まっているのかもしれません。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。